おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきましょう。はい、前回、2階のフロアに行きまして、で2階のフロアでいろいろ謎を解いたりとか、あと銀くんがねちょっと大変な目に遭ってたのでそれを助けたりとかしたんですが、ナオさんを見つけることができなくって、でみんな一旦バーに集合しようぜってなったんだけど、しましまの派手髪のオカマがムキムキオカマがいたんで、その人にちょっといろいろお話聞いていこうみたいなところで終わったんですよね。ちょっとじゃあ早速聞いてみましょう。さて準備はいいかい？ OK。 オカマに対する耐性はついてると思う。 OK。 それじゃあ始めよう。おお、取り調べ。言っておくが俺とお前は対等だ。おとなしく言うことを聞くと思うなよ。恫喝、なだめる、尋ねる。まず尋ねてみようか。何の話題を聞こうか。あなたの名前は？名前を教えてください。嫌だと言ったら？教えてくれないか。なるほど。あなたの職業は？職業を教えてください。くだらない質問だ。答える気にもならない。まあ、まず尋ねるだけじゃダメか。で、なんか怖がってたから、じゃあ恫喝してみようか。ここは強気に出なきゃ。熱血に感情的に恫喝、冷静に理論的に恫喝、熱血的にこう。これでは会話になりません。何か喋ってください。いや、何よ急に短気ねん。話せばいいんでしょ。話す気になったようだ。マジでやったぜ。熱血的に言ったら聞いてくれるんだ。名前を教えてください。まず自分から名乗るのが礼儀だ。地動員サラです。サラで大丈夫です。俺は山田ゴンベ、ゴンベと呼べ。絶対に偽名、絶対に偽名。古臭い名前じゃな。あんたなんかハンバーガードン太郎でしょ。バーガーバーグ九太郎じゃん。ゴンベか。絶対ゴンベじゃないと思うんだけど。だってゴンベってここのさ、なんだっけ、キーボードじゃないわ。ここの黒板みたいなところにさ、書いてなかったもんね。山田ゴンベなんて名前。じゃあ次、あなたの職業は聞いてみます。職業を教えてください。職業は、そのなんだ、サラリーマンだな。その服装で？囚人服みたいですね。バカめ。シャボーギにこんな柄はない。パジャマは縦縞だしな。そうなんだ。ずいぶん詳しいんですね。てめえ罠か。なんだか疲れる人ですね。あ、初めて見たこの立ち絵。いいね。カイさんにまで言われるとは。確かにちょっと長い間人から物を借りすぎて捕まったさ。窃盗犯ね。あんただってゲームとか借りパクしたことぐらいあんでしょ。だが模範囚として真面目に過ごしてたんだ。なのに突然こんなところに連れてこられて。やっぱりこの人も被害者なのか。名前と職業は分かった。他のことも聞き出してみよう。はい。誘拐犯を知っている。なぜ隠れていた。まあ、なぜ隠れてたんですか。なぜずっと隠れていたんですか。何よその言い方。どこまでも私が愚かなやつだと思ってるでしょう。怒ってるな。なるほど、なだめよう。じゃあ少し落ち着かせなきゃ。相手の言い分を聞こう。私たちに何か言いたいことはありますか。早く縄をほどけブス。ひどい。泣きまでだろ、無駄だ。ブスって言われた。山田ゴンベイにブスって言われた。今のは言い過ぎた。では話していただけますね。やっぱり嘘泣きじゃない。言わないわよ。もう少し何かする必要があるな。あ、そうか。じゃあ穏やかに話そう。まずは冷静になりませんか、ゴンベイさん。俺はいつだって冷静だ。私は敵ではありません。言い争うのはやめませんか。ふん、確かに腹が減るだけだな。だがやり方が気に入らねえ。こんなのは対等な話し合いじゃねえ。
もう一押し必要だな。なるほど、恫喝しよう。冷静に理論的に恫喝しよう。縄をほどいてほしいのでしょ。言いたいことはわかりますね。ふん、脅しか。敵意がないんじゃなかったのか。逆に考えてください。ゴンベイさんが私の立場なら縄をほどこうと思いますか。仕方がない。もう少しだけ話してやってもいいだろう。意外と自分が不審者だと分かっているようだ。話す気になってよかった。まあどう見たって不審者だった。なぜ隠れてたんですか。目が覚めて思ったんだ。やばい、ここはやばいってな。語彙力が。試練がどうたらスピーカーから鳴ってたが、バカバカしい。身を隠すのが先決だ。赤い扉に鍵をかけ、長き間息を潜めた。虎が獲物を狩る時と同じように。怯えて引きこもってたのか。しかし、世にも恐ろしい音が近くで何度も響き渡ったんだ。その音とは？しらばっくれるなよ、お前。え？胸に手を当てて考えるんだな。ゴンベイさんは私について何か誤解している。なるほど、誘拐犯を知っている。あれか、赤い部屋に隠れてたもんね。で、赤い部屋の何かについて、何かの音について怯えてたのか。なんだろう、わかんねえな。誘拐犯を知ってますか。ちょっとあくび出ちゃった。誘拐犯について何を知っていますか。ふん、情報はゼロだ。ここへ連れて来られる前、珍しく面会の予定が入ったんだ。だが面会室に入っても誰も来ない。おかしいと感じた時にはもう気が遠くなってたな。よく考えるとこれはすごいことだ。刑務所の囚人を自由にできる組織ってこと？ってこと？ゴンベイさんの言うことが本当だとしたら、だけど今までの話の中で気になるのは音だな。それが判明すればゴンベイさんの態度の理由がわかる気がする。なるほど、尋ねる。音とは私たちに協力しますか。あー、まあまあまあ、まずじゃあ音とは。音とは一体何を聞いたんですか。そのすっとぼけたところはムカつくぜ。ビビっちゃダメだ。なだめようか。相手の言い分聞こう。指導員サラ、何人を手にかけた。どういうことですか。俺は知ってる。とぼけても無駄だ。もったいぶってるな。もう少し何かする必要があるぞ。穏やかに話そう。ふん、お前のその手は飽きたぜ。相手にされない、恫喝しよう。拉致が飽きません。ちゃんと答えてくれないと大変なことになりますよ。大変なこと？そんな度胸本当にあるのか。いまいち私は凄みに欠けるかな。ダメか。冷静に行こう。ここまで話したのに肝心なことが聞けなければ縄はほどけません。残念ですね。少なくとも何個か質問には答えただろうが。ではちょびっとだけ縄を切ってあげます。ほどけなきゃ意味ないじゃない。話す素振りを見せ始めてる。素振りを見せ始めてる？一応聞いてみようか、もう一回。ダメか。もう一回。よくこんなにぬを入れるな。ぐぬぬ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 ぬって言ってたもんな。なだめよう、じゃあ。相手の言い分聞こう、これで。くっ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 。なんか笑ってる。もったいぶってもう。どうしたらいいんだ？穏やかに話す？何？きっとゴンベイさんは勘違いしてると思うんです。バカな。完璧なこの俺が。そうです。完璧なゴンベイさんだからこそ間違えると思い込みやすいのです。見えすいたよいしょね。舐めないで。おだててもダメか。あともう一押しだとは思うけど。それこそもう一回熱血に行こう。なんだ大変なことって。もう、こうですよ。何よ、まさか、うちから待ちなさい、短期はそうよ。話してやるさ、お前の望む話を。もうキャラがブレブレ。よし、ようやく話を聞けそうだ。音とは？
音とは一体何を聞いたんですか？銃撃戦の音だ。なんだと？俺の耳は捉えた。9つの銃声。最大で9人は死んだ。ああ、ロシアンルーレットだね、それ。ああ、そういうことね。なるほどね。確かにサラちゃんが9発撃ってみんなを撃ち殺したと思ってしまったってことね。音が鳴り止むのを待ち、俺は様子を見に扉を開けた。立ち尽くしていた。銃を持った殺人鬼が。そして執拗に追ってきた。俺を！指導員サラ。お前がな！ビビって隠れてたら銃声がしたもんで大パニックになって、さらにリボルバー持ってたサラを見て泡吹いて気絶？私に不利な予約はやめなさいよ！知れば知るほど残念な人になってきたな。けど、悪党と呼べる人の、うん、悪党と呼べるほどの人とは思えない。なるほどね。私たちに協力しますか？私たちは同じ境遇です。協力してくれますか？お前、俺の話を聞いたか？誰がお前なんかと。私はこれまでの経緯と、ロシアンルーレットの話をした。なんだと？すべては俺の、優れすぎた考察力による、誤解だったというのか。ん？ああ、そういうことです。わかった。縄をほどけ。協力できるのかい？お前らはバカだな。メインゲームの話を聞いて、こんな状況で誰が知り合いでもない奴と協力できるんだ。この中の誰かは絶対に裏切る。お人よしのバカだけが死んでいくんだ。俺だけが思ってるわけじゃない。そうだろ。まあね。何をやってる、ジョー。ジョーはゴンベイの縄を外した。何のつもりだ。ふん。俺、もう仲間を疑うのはやめた。はあ？どうしても思えないんだよ。この中に悪い奴がいるなんて。思考停止やろうか。お前はこいつらの何を知ってるんだ。そりゃ、何も知らねえけど。俺のハートがそう言ってんだから、しょうがねえって。どうせ頭は良くねえんだ。どうせだからこの気持ちを信じてみるよ。寒いことを言う野郎だな。まあいい。縄をほどいてくれた礼だ。仕返しせずに出て行ってやるよ。協力する気は、ないんだね。お断りだ。邪魔はしねえ。じゃあな。なるほどね。いやー、寒いって言われると、さすがに恥ずかしくなってきたな。ジョーが居づらそうにしているのとは対照的に、場の空気は和らいでいく。私たちは、また団結できる。そんな気がした。いや、BGM ずる。ずるいわ。ちょっと泣いちゃいそうになっちゃった。でも、忘れてはいけない。ソウさんを殴った人が、必ずいる。確かにそうなんだよな。さーて、改めてみんなでナオちゃんを探しに行こうか。そうだぜ。また手分けして探しに行こう。ごめん。ちょっとまだ体調が悪くて、休んでていいかな。ちょっとね、レコさんの声とね、サラちゃんの声がちょっと若干被るから、ちょっとレコちゃんの声をね、もうちょっと大人びた感じの、かっこいい感じで読もうかなと思います。しゃあね。銀、カンナ、お前たちもここで少し休んでな。は、はい。ここで留守番してようか、銀くん。いやーにゃー。銀は層を吹っ飛ばし私に近づいた。サラ姉ちゃん、連れてってほしいわ。どうしよう。そんなお願いされちゃったら連れてっちゃうよ。わかった。一緒にナオさんを探そう。ありがとう、にゃん。
かわいい銀くん、銀くんもいなくなってほしくない。それじゃあ行こうか、サラちゃん。オッケー。あ、ソウくんの頭が見えてる。部屋の隅でソウさんたちが休んでいる。大丈夫カンナちゃん。カンナに負担はかけたくない。今はまだ遠巻きに様子を見よう。そうね。じゃあセーブします。じゃあなおちゃん探しに行こうかな。なおちゃんどこにいるんだろうな。2階にもいなかったから、考えられるとすればさ、絶対ここだと思うんだけど。調理室いつ使うのって話だからさ。ピンクの部屋には多分もう何もないでしょ。あら、目に悪い色だな。操作したきゃ勝手にしろよ。俺は協力はしないが邪魔もしない。オッケー。まあ、ここ調べられるとこないからな。移動しよう。はあ、ああ解散だ。この大きな穴へ落ちてしまったわけではないでしょうか。そういやこの穴はどこに繋がっちょるんじゃろな。無事だと信じたいものです。ここの下って食堂だったよね、確かね。ダーツ落ちてって食堂に行ったから多分そうだと思うんだよな。で、赤い部屋にはまあもう何もないだろうな。これ結局何だったんだろうな。調べたんだけどさ、結局よくわからんかったんよな。青い部屋、あれ？これは私じゃないか。そっくりだ。まるで鏡を見ているみたいに。敵さん、だいぶやばい趣味をお持ちだね。あまりにも成功で、不気味。だが、思わずその成功さに目が離せなくなる。すごい。でも、これ、いつ作られたんだ？よっぽど長く、細かく観察しないと、こんな芸当はできない。こんなこと、誰が？あ！カイさん。なるほど、ストーカー、長年のストーカー、そういうこと？どうしたの？その、まあ、でもさ、カンナちゃんの人形もあったからね。カイさんについて聞く。誰か気になる人を聞く。まあ、気になる人いますって聞いてみようか。刑事さんから見て、誰か気になる人はいますか？ジョー君、かな。面白いよね、あいつ。ほら、それよりこの人形、試しに持っていかない？わかりました。よいしょっと。サラの人形を手に入れた。ああ、なるほどね。ってことは、あの、鏡の部屋に行けってことかしら。あれか、じゃあ、ナオさんを探すっていうよりかは、もうサラに謎を解けってことか。オッケー。2階フロア。お、ナオさん、どこすか？おう、声出てるぞ。その駅で探せ。ナオさーん！なあ、耳元でうるせえんだよ。こっち向いて叫ぶな。すんません。なんかいいな。じゃあ赤い部屋、もう一回行こうか。あれ、お湯なくなってる。ここは風呂場だね。敵さん、なかなかサービスがいい。そうですね。お湯が出るなら水分を摂取して数日は生きていけます。サラちゃんならきっと世紀末も前向きに生きていけるよ。でもお湯ないよ。お風呂の底に何かが落ちている。お風呂の栓を手に入れた。あら、ペンギンじゃないよ。え、お湯なくなってるけど。暖かくはない。あら、どうしようかね。2階フロア、石部屋。石部屋はもう何もないだろうな、多分。はしごの下も一応見ておく？まあ、ないね。ここの部屋はもう来る必要はない。で、鏡の部屋は最後にして、ちょっと湯だな。入りたい。我慢か。特にないか？じゃあ鏡の部屋行こうか。はい。左右対称の二つの部屋か。サラちゃん、お得意の謎解きだね。
また怖い仕掛けがあるかもしれないにゃん。気をつけないとね。あー、そうね。あー、そういえばこんなんあったわ。壁には何かをかけるスペースがあると。絵画を壁にかけた。絵画、まあ特に。ここに、ここに鏡に私、全身が映るように離れた位置に人形を置いてみるかと。サラの人形を鏡の前に置いた。で、お疲れ様だな、私と。で、重りが必要か？これか。お風呂の線が重りになるのかな？これで OK。ちょうど重さの釣り合いが取れたと。あとどうしたらいいんだろう？この血はどうやって流せばいいんだろう？霧吹きって何に使うんだろう？あ、これか。あ、違うわ。あ、そういうことか。こっちをぼんやりさせるのか。水滴がこびれついて取れなくなっている。取れなくなっちゃうの？全身が映るように立つ。はい。何も起きないな。この部屋の仕掛けを解いて、最後に鏡を調べるか。なるほど。これで拭く？無理か。あ、わかった！リボルバーでこの男撃つのか。あ、違うわ。あれ？どうしたらいいんだろう。鉄格子が邪魔で進めないね。ホエミーはこの先に消えたのか。なるほど。こうか？お！来た来た来た！よしよしよし。よくはないんだけど。撃ち殺されたね。射殺されたから、これで完璧だ。セーブしよう。ちょっと時間かかっちゃったわ。で、はい。これで全身が映るように立ってみましょうか。え？あとなんか違う点あるのか？鼻3本ある。射殺されてる。あ、そうだ、電気か。手が届かないな。肩車でもしてみる？そうですね。よろしくお願いします。おっと、半分冗談だったけど。いいよ。いやー、刑事さんに肩車されちゃう。やだー。電球手に入れた。ありがとうございます。はい、はい。で、こっちに取り付けんのか。なるほどね。はい。忘れてたわ、電気のこと。もしかして。はい、肩車をお願いします。まあ、合理的だよね。はい。よしよし、よくできました。おまわりさんは犬じゃないよ。なにこれ、かわいい、どういうこと？もらえかわいい。幸せな気持ちになっちゃった。ってことで、これで、ようやく立てるかな。はい。全身が映るように立ちます。これで部屋のすべてが鏡合わせだ。部屋の外で何かが動く大きな音がした。さすがサラじゃん。外に出てみようか。オッケー。じゃあ、セーブして、はい。移動します。あー、鉄格子がなくなったね。通路が広がっていると。行った方がいいの？ナオちゃんいないけどいいの？うわ、なんだここ。あ、鍵落ちてる。床に何かが落ちている。ん？鍵だね。札がついてるにゃん。調理室の鍵だってさ。あー、なるほどね。そういえば1階は調理室だけまだ入ってませんね。鍵がここにあるから窓を割らない限りはなおちゃんも入れないはずだが。でも一応確認するべきですよね。うん、操作は地道にコツコツが一番だよ、サラちゃん。オッケー。で、まだここは調べられない感じかな。赤いドア、ドアの上には09という数字が表示されている。一体この数字は何だと。鍵のかかった黒いドア。ドアノブには数字を入れるダイヤル。右は、通路の右、鍵のかかった白いドア。数字を入れるダイヤル。あ、なるほどね。OK。では、まずは調理室に行こうか。はい。
食堂。ね、じゃあ一応セーブしとこう。てか、セーブファイルめちゃくちゃあるな。え？え？ 100 100 すごい！幸せ！私こう一個一個さ、こうセーブファイルずらしていっちゃう人だからさ、100個セーブファイルあの噛みすぎるんだけど、このゲーム大好きになっちゃった今もうすでに好きだったけど、じゃあちょっと待てよ。あ、間違った、食堂の奥行かないよ。食堂行って、はい、調理室への扉は固く閉ざされている。この鍵で調理室へ入れるようになったと。でもここ以外さ、なおちゃんがいそうな場所ないんだよな。もうどこ、結構全部調べたけどないもんね。はい、調理室行こう。あ、いたわ、なおちゃん。あれは、なおさん。来ないでください。まあまあ、落ち着きなよ、なおちゃん。そうよ。大丈夫。あの、取って食ったりしないし、あの、三島先生の頭は別に大事に保管してもらってもいいからさ。特にあなたは来ないでください！オーケー。何をしに来たんですか？出て行ってください！サラちゃん！怖いにゃ。ナオさんはかなり興奮している。事情を聞く。ゆっくり近づく。うん、事情聞こう。私たちは味方です。何もしません。一体どうしたんですか？分かってるくせに！先生は、先生は渡しません！ナオさんは、先生を奪われたくないんだ。落ち着かせる。部屋に鍵をかける。左右から挟み撃ちで奪う。部屋に鍵かけるか。私は調理室の内側から鍵をかけた。何するんですか？これで他に誰も入ってこれません。話し合いませんか？本当に、先生を奪いに来たわけじゃ、ないんですか？はい。信じてください。ああ、このなおちゃんかわいい。いい立ち絵。サラちゃんなら、信じます。じゃあ、少し近づいても。あなたは入り口に背をつけて黙っていてください！了解。サラちゃんは、どうしてここへ来たんですか？どうにか安心してもらわないと。ナオさんが心配だった。調理室の探索をしに来た。お腹が減ってた。うん、ナオさんが心配だった。ナオさんが心配で探してました。誘拐犯に抵抗したら何をされるかと。サラちゃん、そうですよね。私なんかが心配かけてごめんなさい。私、電気を消してずっとここで隠れてたんです。誘拐犯に見つかったら奪われてしまうから。この部屋は電気のスイッチがついているのか。怖かったんじゃないですか？誰も来ませんでしたか？うん、怖かったんじゃないですか？ずっと暗闇で、怖かったですよね。体が震えて、止まりませんでした。少しずつ、ナオさんは落ち着いてきてる。今なら、ちゃんと話し合えそうだ。ナオさん、その、こんなこと言うのは辛いんですが。わかってます。自分が間違ったことをしてるのは、わかってるんです。皆さんに迷惑までかけて、ずっとこんなことしてちゃダメですよね。私、どうしたらいいんでしょうか？説得するしかない。銀の話をしようか。箱は手放すべきとは言えない。ナオさん、2階に続く階段が現れたのは知ってますか？え、まさか、手口が？いえ、同じく罠が張り巡らされた部屋ばかりでした。銀は、
ナオさんを探す過程で檻に閉じ込められてしまいました。キンくんが？うん、とても怖い思いをしたんです。私のせいですね。ナオさんの気持ちはわかります。でも生きている人たちまで危険にさらしてはいけない。生きてる人って、そんな言い方！三島先生は、一個しか選択肢がない。三島先生は、死んだんです。三島先生は死んだんです。ナオさん。闇で何度問いかけても先生は一言も話してくれませんでした。どんなに忙しそうにしててもニコニコ返事をしてくれたあの先生が。書きかけなんです。プレゼントするはずだった先生の似顔絵がもう渡せないんですね。書き上げるべきです。だから何だと言うんですか。きっと様々なことを教わったはずです。絵のことも勉強も、もっともっと大事なことも。三島先生を一番よく知っているのは誰ですか？生きて帰ってあなたの手で書き上げるべきです。ナオさん、私は描きたいです。絵を完成させるまでは死ねない。はい。悲しいです。でもこれは、この箱はもう手放します。ドア開けたよ。レコに会いに行ってやるといい。一番心配してたからさ。はい。さっきはごめんなさい、おまわりさん。さ、おまわりさんたちも頑張ろうか。はい。ああ、つらい。もうちょっと涙拭きますし、鼻も噛みます。いや、今回の実況鼻噛むシーン多そうだな。ちょっとこれカットしたら怒られちゃうのかな。こうカットしたいんだけど。はあ、じゃあ、探索しましょうか。また調理室なんかあるかな。じゃあ調理室調べて今日はこれで終わろうかな。料理道具を入れる収納スペースがある。だが道具らしいものは見当たらない。ん？この箱はなんだ。ご自由にお使いください。361802。361802。あー、黒い数字、白い数字か。なるほどね。と書かれている。うん。細長い箱を手に入れた。オッケーオッケー。青い冷蔵庫には何も入っていない。あとは、
空調はしっかりと整備されている。これ最後これよね。怪しい色の箱がある。ねサラちゃん、この中見たくないなら目をそらしてもいいよ。中には先生がいるだろう。いや中見る。いえ、私がやれることは隅々まで探索することだけです。すげえよ君は。箱に手をかけると簡単に蓋が開いた。え、何？箱の中には何も入ってなかった。どういうこと？どう見てもすっからかんだね。ナオさんは何も入ってない箱を大事に守っていたのか。この中の先生はどこへ？すでに誘拐犯に奪われていた。隠し持ってるはないと思う。初めから入れてなかった。いや、入れてた。すでに誘拐犯に奪われていたってことですかね。なおちゃんのあの様子だと肌身離さなかったと思うけどね。うん。何が真実かわからなくなりそうだね。三島さんの司祭なんてね。言ってみただけさ。ホエミーだっけ？あれみたいに首がくっついて生き返ったら、ナオちゃんも喜ぶのにね。人形か。ホエミーは本当に人形だと思いますか？三島先生も人形？実際に手足くっつけてるから人形なんだと思うんだよね、ホエミーはね。三島先生も人形だった説。生き物か作り物かくらい、サラちゃんだって同じ人間ならわかるはずさ。まあそうね。さ、悩んでも仕方ない。地道にコツコツ事実だけを探求しよう。まあ三島先生はちゃんと一人の人間として死を遂げてしまったっていうことは、やっぱりそれは事実なんだろうな、紛れもない。ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なおちゃんね、見つかりましたけど、まあそのいい方向に進んでほしいよね、なおちゃんはね。で、次回メインゲームが始まるわけなんですが、誰か死んでしまうのかな。嫌だな。いや、だって山田権兵衛さんでさえ死んでほしくないと思ってるもの。偽名だと思ってるけど。はーい、ではまた次回。おつぴよでーす。